皆さんこんにちは、映像クリエイターの山本です。動画を一眼レフで撮ったんだけどもうまくちょっと撮れないんだよねっていう人のためにカメラ設定のことをちょっとね説明しようと思います。今日は前回はシャッタースピード編をやったんですけども、今回は絞り編ですよ。絞り編、はい、絞り編。絞りって皆さんうまく操作できてます？一眼レフカメラとかミラーレスで、ね、動画撮るときって何が楽しいって、やっぱ背景ボケることですよね。背景ボケると面白いんですよ。僕も初めて一眼で動画撮った時とか写真撮った時なんて、もう背景もボケボケでね、ボケ倒してボケたらうまいんだというこうね思っておりましたけどもね。まあそういうことでね、やっぱりみんな絞りで遊ぶのがやっぱ楽しいんですよ。ということで今日はね絞りで、絞りなんですけど、これレンズ見といてください。僕ねこういう表現するんですよ。ね、例えばこうね、皆さんねビーンって集中してください。ビーンってこう、例えばこう目をねこうかしめてこうわーっとこう見た時、結構みんなピント合うでしょ、ピント合うでしょ。でそういうパターンとぼーっとしてください。これ瞳孔開いてぼーっとしてください。ぼーっとしてください。これなんかボケるでしょ、なんかこんな感覚に近いんじゃないかなと思って。でこうビューってこう見てる時、こうビューって見てる時ね、こうビューって見てる時って絞りがの数値が高い時なんですよ。ビーって見てる時ね。でぼーっとしてる時、ぼーっとしてる時ってこう瞳孔開いてる時ってこう全体的にボケてるでしょ。これって絞りが F 値が低い時なんですよね、というふうな感じ。開放にしてって言ったらぼーっとしてる時だよ。開放してる時、あーね、これ絞ってって言ったらギュー集中して、ギューっと集中して、ほんだらピーンってなるでしょ。これ全ピン合ってくるっていうことなんですよ。でそれどういうことかって言ったら、ここね、ここ見たら分かるんですよ。レンズの中見たら分かるんですけど、これ例えば F 値を下げるとね、 F 値を下げるとふわーって開いてきます。ふわーって開いてきます。開くんですよ。これ羽がね何枚かあって、ギューってこうね、こう回転するとこう円がね絞ってきます。こうで開放図っていうことはウィーンってこう開いてきます。穴がウィーンって開いてきます。これが F 値が低いっていうことね。で F 値を上げるっていうことは絞るっていうことなんで、ウィーンってこう穴が絞んでくるということなんですよ。で穴が大きいっていうことは奥のセンサーに光めっちゃ当たるんですよ。ビーってということは明るくなるんですよね。明るくなるんですよ。で絞ると穴がちっちゃくなるんで、ちっちゃくなるっていうことは暗くなるんですよ。これちっちゃくするということは F 値を上げてます。でちなみにこれレンズによって違うんですけど、僕のこのレンズは F 値最低が F2.8 で、最大も多分これねレンズ違うと思うんです。これ僕ね F22 が最大です。で F22 で撮るとめっちゃちっこい穴なんで、これ暗く映ります。暗く映って全ピン、ピントが合う、ピントが合います。で F 値を下げる、 F2.8 にするとブワーって広げるので明るくなります。その代わりピントが結構、背景がめっちゃボケます。これね被写界深度という概念、被写界深度という言葉を使わせてください。被写界深度とは何かって言ったら、ピントの合うスペーススペースのことを言います。被写界深度がこれね F 値が低いっていうことで、被写界深度が浅いって言いますね。つまりピントがこんぐらいしか合ってないですよね。例えば鼻先からこの頬ぐらいのこのスペースぐらいしかピントが合わないよって、被写界深度が浅いって言いますね、うん、で F 値が高いとキューッとこう縮まります。で被写界深度が深いということはこう
から、まあ、もう背景ズドーンと向こうまでピントが合うっていう感覚なんですよ。これ被写界深度が深いと言いますね、はい、ということで、F 値をコントロールするということはどこまでピントを合わすか、どこでぼかすかっていう勝負をしてるんです。なんでなおかつね、でなおかつこれね、光のコントロールもしてるんですよ。明るさのコントロールもしてるんで、どこまで明るくとか暗くを調整してるっていうことも関係してきます。で F 値って深いよね。社会深度ってなんやねんって漢字で書ける、みんな社会深度って。もう4文字熟語じゃで5文字あんで被写界深度ね。で、まあシャッタースピードも前回説明しました。シャッタースピード前回のおさらいなんですけど、シャッタースピードはシャッターが速ければ暗くなる、シャッターが遅くなれば明るくなる、ね、でこれで明るさをコントロールしておりますね。でなおかつ F 値で、F 値を高くするのか低くするのかで明るさもコントロールしているということなんですよ。でも動画だったらシャッタースピードは60分の1なのか50分の1なのかに固定されちゃうので明るさ調整はできません。では何かって言ったら、この ND フィルターなんですよ。だから ND フィルター、例えば明るいこういう日中のところで背景ぼかしたいんですよ山本さんって思うときあるよね。で例えば、60分の1統一で撮っちゃいたいんですよ。でも背景ぼかしたいから F2.8 で撮りたいんですよってやったとき、もう明るいよ、もう撮ったろこれ、撮りましょうか。で例えば F60、シャッタースピード60分の1で、F2.8 で、ND フィルターなしで撮るよ。どうなる？めっちゃ明るいわこれ。こんな明るいのないよね。これは明るすぎる。はい、これ明るすぎるんですよね。で明るすぎるから強制的に ND フィルターをつけます。これは何かって言ったら、カメラにサングラスをつけてるということです。サングラスをつけて物理的に暗くするということですね。で僕 ND16 っていうのをつけてます。 ND16 っていうのをつけると相当暗いですよ。だいたい ND48、16、36、ふにゃふにゃってあるんですけど、まあ、大体でも ND4 とかつけるんじゃないかな。でも僕16つけますね。ちょっと今回その夏の光なんですごい眩しいんで、ちょっと ND16 をつけます。でそれで撮るとどうなるか。おおすごいいいね。はい、いい感じです、いい感じです。はい、今シャッタースピード60分の1の F2.8 で撮って ND16 で撮ったんで、だいぶいい感じで撮れましたね。うん、まあ、こういうことができます。で実はね、さっきねボケんかったんですよ。おい山本、お前 F2.6 で撮ったのにボケてないやないか背景。そうなんですよ。実は言うとね、背景がボケるっていうことはどういうことかって言ったらね、すごいコツがあって、カメラマンと被写体と背景あるじゃないですか。この比率がすごい重要で、例えばねカメラマンここ、被写体これ、背景向こうだったらすっごいボケるんですよ。これ対背景向こうだったらすごいボケる。ただこれ今さっきね、あの灯台撮ったんですよ。灯台と背景結構距離ないんですよね。でカメラマンが遠かったら結構ね背景ボケないんですよ。これをぼかそうと思って、まあでも空ねボケないんですよね。空はまあボケないです。となるとこういう風に撮ったらボケます。
ちょっと撮りましょうか。こういう風に撮ったらボケるよ。はい、こういう風に撮ったらボケますよね。カメラと被写体と背景が比率がね大きいんですよ。はい、これだったらボケる。ただね、ああいう風景っぽいのを撮るとね、まあボケにくいよね。はい、ということでどうですか、 F 値分かりました？まとめますね。 F 値は、 F 値が低いと、例えば F2.8、 このレンズだったら F2.8 ね、とかもっと明るいレンズあるよ、 F1.2 とかもありますからね。そういうレンズつければ F2.1 まで下がりますから、その F 値が下がると明るくなるし、明るくなる背景ボケるで、 F 値が高いと暗くなるし、ピントも全ピンになる、背景がボケにくくなるということです。皆さん分かりました？こことの勝負で F 値を設定してくださいということです。どうですか皆さん、分かりましたか？この動画がいいねと思ったらね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ベルマークもねつけてくれたら嬉しいです。でコメント欄にね、いや山本こっちじゃないのとかっていう、そのアドバイスとかね、意見とかあったらね、コメント欄に書いてくださいね。すぐ返事書きますんでね。で僕もね、人の意見聞き取る方なんで、あ、なるほどなと思ったら僕もねそれをね、受け入れますのでね、よろしくお願いします。また山本はですね SNS もやっております。 Twitter、Instagram やっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。では今日はね、この動画はここまでです。それではさようなら。ボケって最高だよね。